遠征手遠征手遠征手は、場所化遠征手属に属する植物。エチオピアバナナ、アビシニアバナナ、アビシニア場所、ニセバナナとも呼ばれる。エチオピア南部の諸民族にとって重要な食料作物であり、主食となっている。遠征手属には、観葉植物は多いが、食用とされているのはほとんどこの種のみである。遠征手は、多年生の植物であり、 6メートル程度まで成長する。バナナによく似た外観だが、バナナと違って実は大きくならず、代わりに茎がずっと太くなる。この茎と根茎にデンプンが多量に含まれ、遠征手の主要化食部となっている。花は咲くが、咲いた後は株が枯死し,してしまう。近縁にあるバナナと違い、遠征手は、果実は食用ではなく、養兵器部及び根茎に蓄えられたデンプンを、 主に食用とする。食料作物としての利用タイプでは、サゴヤシに近い。さらに遠征手の若い茎や葉は、野菜として食用になり、葉は、家畜の餌に、古い葉は、屋根や、袋やロープ、マットなどを作る繊維を取るために使われるなど、植物体の大半を利用することができ、捨てるところがほとんどない。最も重要な蓄積されたデンプンは、 洋兵の場合、かき取られて、数週間かけて、途中で発酵させてから食用とする。根茎の場合、皮を剥いてから、中のデンプンの多い部分を崩し、やはり途中で発酵させて、食用とする。発酵したデンプンからは主にパンが作られ、また粥にして食べることもある。遠征手の根茎をそのまま蒸して食べる地域もある。また、遠征手のデンプンからは酒も作られる。 澱粉の他に、遠征手の咲く、直前の花をすりつぶす酒もあるが、遠征手は滅多に花を咲かせない上、開花した遠征手は腰死してしまうため、この酒は材料を揃えることが難しく希少なものである。作物として考えると、土壌中の栄養素を枯渇させにくい特性があり、長期連作が可能であるが、タンパク質量が少ない。しかし、遠征手を主食として利用する人々に、 タンパク質欠乏症はほとんどない。これは同時に豆か作物や他の穀類を併用しているためである。遠征手はほとんどの穀物よりも単位面積あたりにおいて大きな食料供給力を持つ。250から375平方メートルの畑に植えられた40本から60本の遠征手は一家の5人から6人の人間を養うのに十分な食料を供給する。 遠征手は、エチオピアで最も重要な根系作物であり、人口の多い南部及び南西部において、古くから主食として利用されてきた。いつから栽培が始められたかについては分かっていないが、南部の主要民族である、グラゲ人やシダモ人の食文化や経済における、遠征手の重要性については、17世紀前半のイエズス会宣教師である、ヘロニモロボによって、初めて記録された。 野生の遠征手は種子から成長するが栽培種はヒコバエから苗を作り畑に差し木して栽培する。一本の木から最大で400個の苗を採取できる。1994年にはエチオピア全土で3000平方キロメートルの栽培面積があり1ヘクタールにつきほぼ10トンが収穫された。遠征手はしばしばソルガムの間に根採されゲデオ人は コーヒーの間に根菜している。一本の木から4 0ラムから5 0ラムの添粉が採取できるようになるまでには3年から8年はかかる。このため人々は成長段階の違う遠征手を次々と畑に植え、いつでも木のどれかが利用可能な状態にしておく。遠征手は穀物よりも干ばつに強い。遠征手栽培地域においては 様々な品種の遠征手が栽培されている。多くの場合、穀物と共にガモビト、ゴファ人、いくつかのオロモ人、グループ、ウォライタ人、クラゲ人、シダモ人など、エチオピア南部の多くの民族の主食となっている。遠征手は2000万人の食料を賄っているとされ、また生産性が高い上に、土壌流出などの自然破壊も起こしにくい作物である。しかし、 遠征手の栽培面積は減少傾向にある。これは遠征手の換金性が低く、コーヒーやカルダモンなどの商業作物の栽培が徐々に主流となってきているためである。ケニア、ありがとうございます。